すごい細かい。ね、ふわふわ。めっちゃ細かいよ、これ。あのない。普段のイチゴと違くて。こんなもんかな。あ、でも綺麗にイチゴ。これで絶対食べる。今日はカリオリを作る挑戦をします。はい、やります。カリオリを作るのは初めてですか？はい、初めてじゃないです。ちっちゃい時からめちゃめちゃ作ってましたから。あ、そうなの。はい、私初めてなので。え、初めて？どういうこと？家で作ったことないってこと？家で外で食べるよ、これは。マジ？じゃあ、機械出す。じゃーん。こっちか。これはですね、Amazon で買いました。口コミがめちゃくちゃ高くて、で、とろゆきうん、とろゆきのかき氷が作れるみたいです。夏っぽい、夏っぽい色ですね。今から食材を買いに行きます。では何を買いますか？僕はですね、日本人としてやっぱり和風のね、かき氷を作りたいと思います。悩んでます。きな粉を買います。はい、本当っぽい。黒糖ありました。黒糖見せて。黒糖。おお。粉末状の黒糖です。うまそうやん。そしてあんこです。粒あんですね。うん。これもうザ日本って感じじゃない？あんこ。和菓子のようなかき氷を作りたいなと思います。使うトッピングはですね、めちゃめちゃシンプルで、まずあんこ。あんこ。僕は粒あんが好きなので粒あんのあんこです。はい。と。粒あんともう一個は何？粒あんとこしあん。何が違うの？え、この粒か。見して見して。これね、よく見るとあんこ、小豆のさ、粒がさ、分かりにくいな。でも見えない？あ、こしあんは粒があんまりないって話？そうそう。あ、オッケーオッケー。次は、きなこ。きなこ。きなこって台湾で食べられてるのかな？うん、食べられてる。わらび餅とかで。あー、そっかそっか。食べるの、ね、わらび餅って台湾でも食べられてるんだ。次が、黒糖ですね。粉末状の黒糖。へー。これだけだとちょっと甘みが足りないので、うん、黒糖を使ってかき氷に甘みを出していきたいなって、うん、ではこのかき氷機を使ってかき氷作っていきたいと思います。凍らしてました。これを入れましょう。ここに入れます。ドボン。おお。で、これを装着します。はーい。楽しみだな。で、オープンしよう。ちょっと待って。上に、うん、ちょっと待ってください。手引き方、わかります？わかります。あ、来た。ガチャってはまりました。うん。では、あ、やばい、開いちゃった。間違えた。何してんの、マジで。間違えた。もう、早く。いきます。ふわふわやん、かき氷。待って、楽しい。あ、出てきたよ。こんなもんですかね。隣に、多すぎるでしょ。多すぎる？うん。あ、ふわふわ。おー、綺麗に作っ…いや、これはね、私ふわとろかき氷にですね。はい。すごい、本当にふわとろだね。でしょ？すごい。このあんこをですね、トッピングいたします。ちょっとあんこはやっぱ控えめにね、ここ横らへんちょっぴって。あ、この人は普段料理してないのがバレました。ちょっとでかいですね。ここなのかな。はいはい、横にね。なんだろうね。横にちょっとペーってこう貼っていきたいってね。もうちょっと綺麗に作りませんか？はい、こんな感じ。ちょっとこれはトッピングがね、難しいですね。はいはいはい、かけていきたいと思います。プシュー。シロップはいらないの？シロップね、なしでもね、美味しいと思う。あ、そっか。これ甘さ足りなかったら、蜂蜜かけます。オッケー。こんなもんかな。こんなもんかな。
あ、でも綺麗にちょっと。どうでしょう、結構綺麗じゃない、美味しそうな、金箔みたいでしょ、美味しそうじゃない結構。はい、365度。でも私は小豆が好きだからね。あ、小豆嫌いな人はこれ絶対食べれない。ひどい。私友達きな粉も食べれないけど、これも食べれない。ひど。太陽の負けです。あれ、あれ、表情が食べてみて。え、どういう表情。ちょっと僕もまだこれ味見してないんでね。私、小豆しか食べれなかった。コーヒー食べてない。うん、うん、うまっね。え、うまくない。でもね、この氷美味しいね、うん、なんか外の店で作ってるみたいね。うん、うまい、うまい。あずきやきのこ、あずきときのこは合います。きなこね。きなこ、きなこね、きなこね、きなこと黒糖ね、合うよね、合う。ちょうどいい甘さじゃない。うん、あしそよ、甘さがうんちょうどよくって、そんなになんかおばあちゃんでも食べれる甘さだと思います。液体洋風のわらび餅かき氷は成功ですね。イエーイ。はい、我们现在来到超市，然后呢，我要做的是，我想说，现在日本的那个桃子很好吃，所以应该用桃子跟某些其他的水果做一个比较，不知道怎么讲 ，tropical 的那个比较夏威夷的感觉吗？不对，反正就是很夏天的感觉，就是使用水果做的刨冰，对。那我们进去吧。2週分なんだけどね。なんでここは2週分だと。これにします。はい。これを買います。何？フルーツミックスです。OK、太陽の紹介がちょっとゆっくりだったので、私は早めで行きます。桃です。見た今。ここ、これ福島の桃です。さっき買ったで、買った桃です。色がめっちゃ綺麗じゃない？なんか。綺麗。でしょ？めちゃめちゃいい色してるわ。先ほど桃をカットしましたが、ちょっと色がなんか変わってるかもしれない、うん、でも綺麗かな、わかんない。あ、でも綺麗だよ。綺麗、うんうんうん、桃です。今日本の夏で絶対食べなきゃいけない果物でございます。次はフルーツミックスです。ティリン、ブドウとパインとアップルが入ってるみたい。ここのフルーツとこの汁を使います。汁っていう、汁を使います。次はですね、はい、最近日本のハーゲンダッツの限定アイスが出ました。夏限定です。チャラーン。え、いちごの、絶対うまいやん。うん、私これだけで美味しいもんだって。そう、ハーゲンダッツだったね。え、てかこれ日本限定なの？日本限定です。いちごが普段のいちご違くて、完熟いちごです。絶対うまいやん。うん、私勝ってるよ。これでこれだけでうまいやん。はい、これを上に乗せます。じゃあかき氷作ります。いきますよ。うん、おお、ここで、あ、そうだね、やりながら調整するのかも。調整するのかな。お、さっきのより全然、お、細かい、細かいね。やりすぎかな。やりすぎか。うん。すごい細かい、ね、ふわふわじゃん。本当に雪ふわ、いいな。雪ふわ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 。俺のやつは細かいと思ったけど、全然細かくない。ね、めっちゃ細かいよ、これ。あ、もうない。いや、細かい。いや、多分氷もない。缶詰を入れようかな。
めっちゃ小さい。小さいブドウですね。これ何？ブドウ？うん。パインとブドウと桃かな？桃が入ってる。てるるるる。かわいいね。ちっちゃい。君たちかわいい。あんまりでもかき氷と果物ってあんまり俺食べたことないかもしれない。台湾の有名な食べ物ですよ。マンゴーかき氷。あ、そうなんだ。うん、観光客来ると絶対食べる。マンゴーかき氷。そう。一旦これで桃入れます。ちょっと色が変わってきた。入れすぎか？いや、いいんじゃない。多い方が美味しいと思う。はい、はい。先にアイスどうしよう。あ、そのシロップをね。ディリー。お、かけると。へえ。うまそう。柔らかくなってきた。これだけでもうまそう。お、見て見て、中。おお。いちごの果肉が入ってる。お、見て見て。食べる。食べるか。うん。美味しい？うん、氷が少なかったかも。嘘。美味しい。桃うまい。桃うまい、かき氷でしょ。あ、ごめんなさい。桃美味しいよ、それは。今日は成功。成功ですね。成功しました。夏天到了，大家都可以去，不用买这个机器啊。哎，不过这个机器也没有很贵，贵一块的给。4000、5000ぐらい、四五千。啊，四五千。有一点贵，但是你要想想，它可以用很久。对，这家是什么？反正去网络上找应该就有。大家如果夏天在家很无聊的话，就可以买一台机器来做かき氷。对。然后太阳说还想要投票，让大家投票说大家比较喜欢和。日式的呢，还是我做的这种比较台湾风吗？嗯，台湾风的水果的かき氷。他有个投票したいって今話した。投票してもらいたいって話した。いや、自信あるから自分のかき氷で。うん。どっちも美味しかったので。うん。はい。今日もこんな感じで終わりますか？ありますか？では。ではでは。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。我们下次见，拜拜。OK OK， 大家一定很想知道为什么我今天戴眼镜，因为呢，我的隐形眼镜不是，因为我眼镜不知道为什么隐形眼镜戴不上去。嗯，对，所以我今天戴眼镜。